2022年2月23日 JR 渋谷駅改良工事、今回は南側の模様を中心にお届けしてまいります。3月6日から駅構内の通路が一部変更になるということで、その関連です。まずこちらは渋谷スクランブルスクエア側から南改札の方に向かうところですね。渋谷駅の駅員さんが渋谷スカイを見学しましたというポスターなどが今掲示されておりました。南改札の前、そして南改札からこちら西口の方に向かう通路ですね。少しこちらまだ駅の外側になります。構内のではないところですが、こちらの模様もですね、合わせてお届けしていきます。ちょうど駅構内の通路の変更というものが、かつての南改札、かつては西口寄りにあった改札、あの周辺がですね、少し動線が変わるような状況でしたので、昔の南改札の周辺ですね、こちらの模様も含めてお届けしていきます。こちらの通路ですね、まあ、時たまこの仮囲いの位置関係が少し変わったりするのかなというふうに推察をしておりますけれども、まあ、ご覧いただいている通り、こちら建物の中、駅のホームの下あたりですね、このあたり今映している状況ですね。まあ、かなり鉄骨ですとか、ホームの構造物、あと多分これは階段か何かでしょうかね、こういうふうにですね、駅の改札の外側の眺めということで、ご覧いただいております。で、今こちらはですね、徐々に西口の方向に向かっていく、こちらの大きな仮囲い、この奥をですね、まあ、通って西口に出ていくと、まあ、そんな状況ですね。かつてのまあ改札、南の改札からはですね、少し北側に寄った場所にこの通路があるわけですけれども、まあ、こちら昨年の秋口にですね、この通路ができて以外、まあ多少の仮囲いの位置関係がですね、変わったりはしているとは思うんですけれども、まあ、この通路がしばらくは、中心的にですね、稼働していくという、そういう状況ですね。ということで、こちらの通路を抜けて渋谷駅の西口側にやってきております。渋谷駅の駅舎、まあ、かつての東急東横店南館の建物の下層階になりますけれども、はい、あとは JR の、緑の窓口などがある、事務室などがある駅舎ですね、こちらがあります。かつての南改札があったポジションがこちらですね。この周辺の雰囲気はまあそんなに大きくは変わっておらず、あと今キャンペーンでやっているスタンプラリーのスタンプはちょうどこちらの緑の窓口の中にあったりしますね。この周辺はさほど大きく、まだ昨年の改札の位置変更以降はそこまで大きくは変わっていないという状況でしょうか。はい、さあそういうことでですね、こちらの状況も確認しまして、再び JR の渋谷駅南改札方面に向かっていきたいと思います。まあ、この周辺ですね、まあ、今後駅の動線ですね、中の通路の動線等がまたいくつか変わっていったりしてですね、またこの周辺の風景もまた大きく変わるのがいつ後なのかなというふうには思っているところですが、はい、西口に面しているところから再びですね、JR 南改札の方に歩みを進めてまいります。ちなみに駅構内、こちら建物の、内側ですね、駅舎にあたる場所、内側はこのような感じですね。かつてはこのポジションに緑の窓口などが、まあ、駅舎の中ということで、存在していたわけですけれども、もうそれもかなり昔の話になってきましたね。はい、それでこの通路をですね、どんどん東側に進んでいきます。ちょうど、秘密の休日パスですとか、ちょうど2月3月のプロモーションのポスターなど、まあ、渋谷駅の皆さんも相当工夫して、掲出されているようですしね。あとこのスタンプラリー、実は私も参加して50個全部集めました。まあ、それはちょっと余談ですけれども、はい、それで、南改札の方にやってまいりまして、改札を早速抜けてまいりましょう。はい、改札を入った直後には渋谷駅の将来の完成予想図と、あとは運行情報を示すディスプレイ、そしてこちらのポスターですね、3月の6日から駅構内の動線が一部変わりますよという掲示物があります。
これから通りますけれども、変更ポイント、まずその一つ目が3番線4番線に上がっていく階段の真横に JR 山手線の外回りのホームにつながる通路が出来上がってまいります。現時点この2月23日撮影時点ではまだ通路は塞がっているわけですけれども、はい、今からカメラが向けるこちらですね、はい、ちょっと今分かりづらかったかもしれませんけれども、今このカメラを向ける奥側の方が3番線4番線の、はい、今見えているエスカレーターが3番線4番線へつながるエスカレーターになります。ここに新しく山手線の外回りのホームにつながる通路が出来上がるということですね。はい、改めて少しまた遠巻きにチェックをしてみたいと思います。はい、こちらのポジションでございますね。こちらに奥に通る形で通路が出来上がるわけですね。で、こちらのお手上がりなどが移設はされておるわけですけれども、そうすると今まであった南、改札からですね、外回り山手線のホームにつながるルートがどうなるか、一部の通路が塞がれることになってまいります。今こちらの通路は現時点2月23日時点では山手線の内回り外回り両方ともにつながる通路になっておりますけれども、この通路がですね、内回りのみが、内回りのみ行く通路になると、今2という数字の、案内が遠くに見えてますけれども、こちらが塞がれてい、くことになるわけですね。今このポジション2番線山手線の内回りにつながる今エレベーターのそばにおりますけれども、今カメラを向けている1番線にこれ向かっております。こちらが塞がれると、今ちなみにこれ天井見上げると山手線の内回りの電車がホームに入ってきているシーンが目に留まりますが、まあ、この内回りのホームには今後ですね、あ、外回りですね、失礼しました、外回りのホームには今後行けなくなる、今ここまさに歩いているところですね、ここが塞がれるわけですね。で、こちらが今カメラが向けている方、エスカレーターも塞がれるようです。こちらはホームからこの通路に向かって下りのエスカレーターとして存在をしておりますが、これも塞がれるということになりますね。かつては今カメラを向けている方に南改札があったわけですが、この周辺の今通っている通路も塞がれるということで、かなりこの中のですね、工事が進んでいくのかなというふうに思われます。さあ抜けていきましてですね、はい、この今後塞がれる通路をですね完全に抜け切ったところ、こちら側が外回り1番線のホームになるわけですけれども、外回りのホームに行くとですね、今後開かれるであろう通路のところ、今はまだ塞がれておりますが、はい、こちらですね、1番線内回りのエレベーターの真右のところにある場所、こちらに先ほど3番線4番線から今後新しく通路ができますよという、新しい通路がここに出来上がるという、ここにつながってくるということですね。はい、ということで、少しまた動線が変わるということで、日頃から渋谷の駅を使われている方、また、通路が変わってしまうのかということでですね、またこの頻繁な通路の変更にですね、また戸惑われる方も少なくないかなと思うんですけれども、まあ、このように工事の進捗ということでですね、まあ、あの日々変わってきます。あとポスターなどもね、あの日々掲示されたりしてますので、チェックをしてみていただきたいと思います。でこのエレベーターは、確かまだこれは閉じずにですね、引き続き使い続けて、そして今カメラを向けている方が新しい通路になる、ポジションになるわけですね。はい、この周辺完全に1番線外回りに向かう階段エスカレーター、そして女性用のお手上がりもまた引き続き使われると思いますね。こちらの方が今後の外回りホームに向かう通路としてまた引き続き使われる場所になります。また景色もですね変わってくると思います。今カメラの右側で向けカメラを向けている右側のこちらの通路ですね、ここが塞がれるということになります。さあそれでは内回り、こちら側1番線ですね、1番線のホームの方に上がっていきたいと思います。上から、まあ、見てもですねなかなか下の様子というのも計り知れないところはありますけれども、まあ、対象関係をちょっとでもイメージしていただければと思いまして、一旦まずはホームに上がってまいりました。1番線ですね、外回りホームになります。ホームに上がってちょうど振り向いたところ、まあ、仮囲いがありまして、エレベーターの位置関係、
このエレベーターの真下か先ほどの1階の通路に当たる場所になるわけですね。そしてこの左側、今柱がありますが、この柱のさらに奥側、この下のあたりですね、山手線の線路の下あたり、このあたりの歩行者通路が変わるという、そういう状況ですね。位置関係、こちら側で参考にしていただければと思います。ちょうど山手線の電車も入ってきたところですね。とはいえこの周辺山手線の線路のですね、今後は線路の位置も変わってきたり、ホームの位置もですね、島式ホームに今後なっていきますので、今後のこの周辺の景色進捗もですね、また引き続き気になるところです。そしてこの1番線のホームの模様も少しだけですね、ホームただと線路の状況も少しだけチェックをしておきたいと思います。今こちらホームの内側にいるわけですけれども、線路側にこの後ですね少し行って、線路上側からですね下側の状況を少しどうなっているかなということで覗いてみたいと思います。この後電車がですね発車していくわけですけれども、この線路の方からですね、はい、この周辺ですね、あとホームの状況ですね、このようになっております。ですね、工事桁が少し見えたりしておりますし、あとはこの透けて見えますよねと先ほど下から覗いたあたり、多分あそこのあたりかなというので少しカメラがフォーカスしたわけですけれども、上から覗いた景色ですね、一応このようになっているということで、少しでもですね参考になりましたでしょうか。はい、ということでですね、こっちが1番線ホームの模様についてはですね以上にしまして、再び階段を降りて1階に向かっていきたいと思います。こちらですね、最初告知板を見た時はですね、こちらの階段塞がれちゃうのかなと私完全な勘違いをしてしまってたわけですけれども、こちらの階段は引き続き使い続けるということですので、この1階の動線の一部が変わるということですね。はい、今再び戻ってきました。新しく通路が開放される場所ですね。そして今度は2番線寄りにやってまいりました。2番線のホームのちょうど階段の下側にやってきております。先ほどの今後塞がれるエスカレーターを遠巻きに見る状況でですねチェックをしまして、2番線のホームに上がっていく場面でございます。はい、先ほどの1番線に向かう通路は塞がれますので、新しくですね、動線が少しまた変更になって、2番線の階段、この階段は引き続き使われ続けるわけですけれども、この2番線に上がってきました。後ほど今後塞がれるエスカレーターを上からまたチェックしておきますけれども、まずは、はい、こちらの広い2番線ホーム恵比寿側ですね、こちらからまずチェックをしておきます。仮囲いもこのように設置をされておりまして、階段はこの3月の6日時点では塞がれるわけではないので、あまり大きく影響はしないかとは思うんですけれども、はい、こちらの階段の裏側も来ております。こちらの自動販売機とかも昔からありますよね。そしてこちらの多分作業用の仮囲いなど内側からですね、このような状況になっております。はい、階段広げるんですかね。なんか赤茶色の囲いのお最後ですね、鋼材なども今ちらっと見えたりしましたけれども、十分2番線のホーム広いので、ここの階段を少し、そうですね、東側の方に広げるみたいなこともやるんでしょうかね。ちょっと気になったところです。全然これ推測でしかないので何とも言えませんがね。はい、そしてこちらのホームの羽賀宿方面に足を向けていきますとですね、今後3月6日で閉じられるエスカレーターの付近にやってまいります。こちらの掲示物の方が明確に分かりやすく書かれておりますね。エスカレーターが使えなくなる、そしてどうやら南改札に向かう階段が新しくですねできるという書き方も書かれておりました。ですので、エスカレーターではなく多分階段って書いてましたかね、先ほどね。なのでこちらの見た目もまたちょっと変わってくるなというところですね。はい、下からだと下にはちょっとない見た目の掲示物だったので、こちらの方はこちらの方でまた参考になる掲示物ですね。はい、今見えておりますこちらのエスカレーター、3月6日で使用がされなくなるエスカレーターですね、下りに向かっております。
まあ、ですのでもしですね、まあ、エスカレーターの代わりとなると先ほどのエレベーターか、あとは南改札に向かうのはエレベーターを使うかというところでしょうかね。バリアフリーの観点ですと、もうエレベーターを使っていくことになるのかなと。南改札に向かうもう一つの原宿寄りに今後できるものに関しては、まあ、ちょっと後でまた見てみますけれども、多分階段なのかなと。エスカレーターではなさそうな、掲示物の案内にはなっていたかと思います。はい、この周辺ですね。エスカレーターを撤去して、ホームのこの広げる島式ホームの準備を進めていくというところなんでしょうかね。はい、改めてこちらのエスカレーターのそば、これやっぱ階段ですかね。やはり南改札に向かうというふうに書かれている新しくできるものですね。特にエスカレーターのような表記が今なされてなかったように見えましたので、多分階段かなというふうに思います。これも3月6日になると分かることかと思います。あと、まあ、こっちがたまに私も今まで映しておりました、上になんかつながっていたかいるかのこの階段の赤茶色の鋼材ですね。これも今そばに来ておりました。はい、で改めてこちらのエスカレーターです。私もあまりこのエスカレーター使う機会はそう多くなかったので、これからまあ降りていこうかなというふうに、思って、こちらまず遠巻きに、渋谷駅の駅の看板などもですね、映してからエスカレーターに向かっていくところであります。こちらですね。まあ、こう見ても、まあ、かつて昔からこのホームが拡幅する前からこちらのエスカレーターポジション前からありましたんで、まあ、改めてこのホームが広くなって、からのですね眺めを見てから早速降りて、いきたいと思います。まあ下りですね、ここのポジションから1階に降りて南改札に向かう、まあ、大体階段使うことが個人的には多かったので、まあ、改めてこのエスカレーターですね、乗ってみて、まあ、こういう感じなんだなということでですね、改めて実感したわけですけれども、まあ、これ3月6日以降はもうここはないということになりますのでね、まあ、多分私もこれが最後使う機会なのかなと思いまして、はい、撮影した次第です。降りてきました。はい、そして、まあ、エレベーターはね、また引き続き使い続けるわけですけれども、こちらにありまして、はい、こうなっていくという内回りホームにつながるエレベーター、そして、まあ、先ほど来から映しております今後塞がれる通路の方向ですね。はい、ということで、まあ、今回この3月6日で駅構内の動線変更が行われるということでやってまいりました JR 渋谷駅の南側、南改札周辺の通路の模様ですね。2月23日時点の状況としてお届けしてまいりました。はい、ということでですね、こちら多分ここを映すのは最後になるかなと思いますので、次回、3月6日以降にですね変わってからまたチェックをしていきたいと思います。引き続きですね、またいろいろと変化が激しい渋谷駅た、状況ですね、チェックしていきたいと思います。何がしかの皆様の参考にしていただければ幸いでございます。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。また次回以降もよろしくお願いいたします。